分科会を再開いたします。休憩前に引き続き質疑を行います。西野委員、あ、えっ、ー、と私からは市民活動の支援という立場で質問させていただきます。まずあの市内十三カ所にある生き生き市民活動センターなんですが。 まあここは利用料が会議室は1時間100円で集会所は200円多目的ホールや料理室などは500円ということで、まあ、安いということで気軽に皆さん喜んで使っておられますあの稼働率もかなり以前より上がっているというふうにお聞きしていますところがこのバリアフリー化という点ではなかなか進んでいないんですね で例えば私の地域にあります、第五の生き生きセンター、ここは入り口がスロープにはなっているんですけれども、入ったらすぐ2階にはもう上がれないと、<laughs> こんな状況になっておりますし、別館の方はもう入り口から階段があって、使えない、えー、階段、登れない方は使えない、こういうふうなことになっていて、本当にバリアフリー化が進んでおりません。 ですからあの、例えばトイレや階段などの、ね、バリアフリー化、これの進捗状況はどんなふうになっているでしょうか林地域自治推進室長。<laughs> はい、あの市内13箇所ありがとうございます、域き,き市民活動センターのバリアフリー化についてでございます。えー、と先生ご案内のようにに、えー、平成23年度に、えー き市民活動センターにつきましては、コミュニセンター廃止後の既存施設をです、ね、市民共有の貴重な社会資源として有効に活用するという観点から施設を転用したものでございます。従いまして、今、ご紹介にございましたように、大半が老朽化してございますで。そこでですね、お尋ねのバリアフリー化でございますけれども、まずあのトイレの和式の洋弁化、洋式の便器化。 でございますけれどもこれは平成25年度から順次、要弁化に進めてございまして今まで13センターのうち12センターにつきましては様式の便器を設置してきたところでございまして残り1センター、佐久生物でございますけれどもここにつきましても今年度中に実施予定としてございます。 あとおっしゃっていただきました階段につきましてですね車いすの方のご利用等についての支障があるということで北、東山、下京の3つのセンターにつきましてはエレベーターが設置してございますけれどもそれ以外はやはり階段へのリフトの設置ということが一つ方法としては考えられますが。 なかなかの構造の施設の構造上の問題あるいは経費の問題と多くの課題がございましてこれにつきましては今後の研究してまいりたいというふうに考えてございますちなみにこういうエレベーターの設置のない駅線で車椅子のご利用の方が来られた場合この階段の上り下りにつきましてはセンターのスタッフが補助をしてご利用していただいているというところでございます以上でございます 西野委員、まあ、あのセンターの職員さんが協力して、えー、手伝っていただけるということですけど、まあ、1人や2人ならね、それも可能だと思うんですけども、なかなか難しい問題だというふうに思いますし、やっぱり気を遣ってね、えー、そういう方は参加されないということも実際ありますので、ぜひあの計画的にそこのところを進めていただきたいというふうに思いますし、また、あの耐震化の方は、先ほど聞くのを忘れたんですが、あのどうなってますでしょうか。 林市長、はい、あのいきい市民センターについての耐震化についてでございます。えー、耐震改、えー、耐震改修につきましては、えー、これまでいわゆる i s 値これの0.3未満、えー、すなわち震度6以上の地震による、えー、倒壊、えー、あるいは崩壊の危険性が高いこれが2施設ございまして、これについてはすでに対応次第で。 でございます、えー、具体的にはの左京西部いきいき市民活動センターの耐震改修をを平成25年度に実施いたしました、またあの中行のいきいき市民活動センターについては、えー、近隣の耐震基準を満たした建物に、えー、平成26年度に移転ということで、えー、クリアしてございます。で次のの残るあの IS 値が0.3以上、0.6未満、すなわち震度6以上の地震による倒壊、崩壊の危険性があるという施設が実は6施設ございます、いわゆる区分2になりますけれども、これについてはあの大変厳しい財政状況で毎年予算の要望等を重ねているところでございますけれども、なかなか認められていないところでございます。この辺りあり、財政当局とも協議して、できるだけ、 計画的に整備を進めてまいりたいというふうに考えてございます以上でございます西野委員、まあ、あの先ほどからもお話にありましたようにコミセン廃止後の活用だということでかなりね古い施設が多い中でありますのでまあ,あのこの耐震化も非常に重要なし あの対応しなければならないという施設だというふうに思いますぜひ計画的に進めていただきたいんですけれどもこれだけ市民の方がいろいろ使っておられる施設なのになかなかこの改善が進まないというところではねこの生き生き市民活動センターの位置づけというのはどんなふうになっているのかやっぱりここのところしっかり改善して 広く市民に長く使っていただくというふうな立場で計画を進めていただきたいというふうに思うんですがその辺はいかがでしょうか。林市長 あの生き生き市民活動センター、あー生き線の位置づけでございますけれどもあの、まさに先ほども申しましたように、コミュニティセンターが廃止後、ですね市民共有の財産として、市民活動だけではなくて、サークル活動も含めて、ですね市民が生きまさにその名の通り、生き生きと活動していただくための場所を提供すると。 いうようなところでございまして、まあ,あの私どもといたしましても、老朽化が激しい中で、ですね快適に使えていただけるように、まあ、日々、少しずつでも修繕と行っているところでございいまますす以上でございます西野委員。まあ、あのこの生き生き市民活動センターは、市民総合活動センターのブランチ的なあ、そういう機能もあるというふうにもね。あの 京都市のホームページにも書かれていますしあのそれぞれ特色ある施設へと進化していく在り方を目指すというふうにも、ね、書かれておりますのでしっかりとここのところ計画的に改善を進めていただきたいしその中で末永く市民に愛される施設にしていただきたいというふうに思っておりますそしてあのこの生き生きセンターのある地域はね、えー、いいんですけれどもそのない地域結構たくさんあります そういったところの市民活動をどう支援するのかということも問われてくると思うんですね、まあ、あの私の住んでいる第5地域などでも不営団地市営団地こう,こういったあの団地あるんですけれどもそういったところはそれぞれ集会場がありますでもそこはあのそれ以外の地域以外の人は使えないわけですよねであの公民館だとか自治会館など気軽に皆さんが使っていただけるような集会場これを 順次建設していくこのことも非常に重要なことだというふうに思うんですけれども、まあ、あのお金がないというふうなことで、えー、なかなか進まないというのは了解してますけれどもしかしその中でも年に1カ所ぐらいは作っていこうかとかあのそういう何か検討されている内容はありますか林市長 行、はい、いきいき市民活動センターの新設についてのご質問でございますけれども、これはあの繰り返しになって恐縮ですけれども、あのこ民センター廃止後の施設の転用ということでございますので、そうした経過、それから本市の厳しい財政状況から現時点では新たな新設は恐縮ですけれども、考えてございません。以上でございます西の あの全くそ,のそういったセンターのない地域についてはねあの、作っていく必要があるんじゃないかと思うんですが、まあ、財政難のところ、それだったら、今ある施設をねあの、活用するという点ではあの、区役所、支所、ここのところの会議室などをね、活用するということが必要なんじゃないかなというふうに思います。あの私の住んででる伏見区では総合地方社化されてあの広く 市民の皆さんに解放をされています。いや、伏見区に住んでおられる皆さんだったら誰でもね。気軽に申し込んで、えー、利用できるという風な状況になっているんですけれども、もしかし第5師匠はそうはなっていないんですね。ですから、あのそういった。まだ住民の皆さんにしっかりと解放できていない。そういう区役所、支所、そういったところをもっと。 しっかりと市民に解放するという立場で改善すべきじゃないかと思うんですがその辺は、いかがでしょうか林市長、えー、区役所支所の会議室等の一般市民の方への、えー、解放ご利用の件についてでございますけれども、えー、と今おっしゃっていただきましたが、あのー、基本的に全区役所支所で公で助、ねあのー、両属に反するとかそういうような制約 ものは使用を認めないとかですね、一定の制約を課しておりますけれども、えー、区役所の業務の使用がある場合を除きまして、えー、広くですね、区民の方などに、悔しくしょ、支障の解決をご利用いただいているところでございます。あのー、尋ねてみますと、第5支障でも、例えば、えー、手話教室ですとか、対局拳 の練習とかですね、そういうような使用実態もあるそうでございます。うん、で、まあなおセキュリティの観点とかからあの空それぞれの構造上の問題で時間等のあの空具はまた空の特性でございますけれども、えー、繰り返しになりますが現状では各空師匠広くご利用を認めているところでございます。以上でございます。西野委員、あのただその使用の要項を見ますとね。 申し込めるのは、あのえっと、第5地域の,その遅延団体ということになっているんですね、それであの遅延団体ということになりますとかなりハードルが高くなります。あの 地方自治法でも遅延団体ということでのその規定が書かれていますけれどもそれ読みますとなかなか大変だなあの伏見区役所でね申し込める人でもあの第5地域では申し込めないというふうなことにもなりますしですからこういったところをもっとね広く使えるような形で是非開放していただきたいなというふうに思います。あの趣味のサークル だとかね先ほど少しおっしゃいましたけれどもあーそういったところが広く使えるということにはなっておりませんのでぜひあのコミュニティ活性化推進条例も作った京都市ではありますからぜひ広く自由に使える区役所を支所にしていただいて、えー、住民の皆さんがあの気軽に行けるそういう,う公的な場所ということにぜひしていただくということでそれを求めまして終わります。 進行いいたします吉井委員はい、私からはまず、えーと、スポーツ施設の、えー、管理修繕についてですけれども、常任委員会では何回か質問させてもらってますけどまず、えー、管理修繕についてですね、えー もちろん、指定管理がやってはるスポーツの施設、公園等々があるんですけれども、基本的な最初の予算っていうのは、十分と思っておられるのか、その辺どのように考えておられますか。松田市民スポーツ振興室長 はい今、私どもスポーツ振興室の方うで所管している施設が42箇所ございます、えー、まあ例年、あのこの間、近年ではだいたい管理修繕というような経費につきましては、8000万円前後の経費の中でさせていただいてございますが、えー、まあこの間もご指摘ございましたように、我々としても十分な形の部分にはなってないんですが、一応、競技の振興にまあしょうがないところを優先しながら、今現在進めさせていただいているようなところでございます。よし まああのね、予算はそれはあの多かったら多いほどいいんですけどそれをどの辺でどういう風にやっていくのかというのは大変難しいところだと思いますが、まあ、その中で、ね、あのスポーツ施設の,、えー、利,用の状況利用状況というのはあの私、言っているのは、えー、何回使われたかじゃなくて,じゃなくて、えー、実際に使われて市民の人が使われている状況の中で不具合がないのかどうか。えー 不都合は起こっていないのかどうか、そういったことは指定管理者が共同誌に対して伝えるということになっているのか、その辺どんな感じなんですか松田市長。はいあのまあ、今、ご指摘ございました、各施設のいろいろな不具合っていうのはあるのも事実でございます。指定定管理業務と私どもの方の方きにつきましては一定、まあ 本体部分に関わるような部分とか金額が100万円以上についてはまあ本市が修繕する、えー、それ以来の日常的な修繕部分についてはまあ指定管理者さんの方でやっていただくというような仕組みで今対応を進めさせていただいております。 えまあ個々の修繕等につきましてはえ単に指定管理者さんだけに委ねるのではなしあの我々もまあ指定管理者さんと協議をしながらどこからやっていこうとかえこれはまあ指定管理者さんの方でやっていただきたいまあこちらの方はあはこの部分については京都市の方で対応するとかをえまあ先ほどお話ししましたように予算の範囲の中でえ優先順位をそれぞれつけながら対応をさせていただいているところでございます吉井 あのまあ、管理修繕というね、まあ、修繕と言ったら直すということなんであの分かるんですけども管理という部分の中でね、えー、市民の方が使っておられる中でこういうふうにした方が市民の人もっと、えー、なんていうかな喜んでもらえるのと違うかなとかいう部分というのはねあのたくさんあるというふうに思うんです。 でまたもう1つ、例えば細かい話で言うと例えば駐車場ですね、のこの間も富士桃山に公園に10時ぐらいにあの大会があって寄せてもらったんですけど、やっぱり10台ぐらい車、あの結構大きい駐車場がね、10台ぐらい並んでるんですよ。 で前以前、部長が局長と話しさせてもらったときにそんなにえいっぱいになることは少ないということをおっしゃってたときあったと思うんやけども最近、やっぱりすごくねあの駐車台数が多くなっているでスポーツってその体だけ運んでいったらいいわけじゃなくてまあいろんな荷物持っていくしまた家族で。 ね、あの見に行ったりもされるし、まあ、そういった意味で例えば駐車場にしてもそうですしまだあのえっといろんな、えー、例えば電光掲示板、うん、西京区のような大きいとこは別にして例えば仕事場の特典の掲示板とかありますよねあれなんでもも,もちろん多分あれはお金出してもらったら使えるっていう形になってるっていうふうに前お聞きしたんやけどそうじゃなくてもう使えるようにね した,けたらいいいらん違うううかなっていうふうにもやっぱり思うんですだからやっぱりそういうのはもうこうなんていうかな市民の人が喜んでもらえるような形をいかに持っていけるかっていうのもねその修繕とかそういう部分だけじゃなくていろんな角度から今市民の人がスポーツ施設使わはるにあたってねなんかこう 困ってはることまた前向きな形でこういうふうにやったけどあれすごいこ喜ばはんの違うかなっていうのもねその指定管理から上がってくるんじゃなくてやっぱりスポーツ教育としても見に行っていただいてねあの把握してもらうっていうの必要やと思うんですよ。であの前も茂先生もおっしゃってたけども例えば野球場一つにしてもバックネット裏に行くのにぐるっと大きく。 回らなななああんよような状況になってたた時ありましたよね今改善してもらったけどだからああいうことでも結局は税金の無駄遣いと私は思うんですね最初からそういう形になっておくのが普通の状況やと思うしだからいろんな部分でやっぱそういうことを、ね、やっぱりあの管理修繕という部分だけではなくていかに市民の人がスポーツするにあたって。 喜んでいただけるのか、充実してスポーツ楽しんでいただけるのかというのもね、あの考えていっていただく必要があるのに違うかな、あのなので今でも考えてもらっているんどと思うけども、もっと考えていってもらう必要があるのが違うかなと思うんです、その辺いかかがですか松田市長。はい、えーご ご指摘の部分につきましてもあの、まあ、そういったご意見についても、まあ、従事我々れわれもあの、まあ、心に留めておきたいと思いますあの、まあ。ご指摘がございましたように、まあ、今、指定管理者さんの方も、今、えー、医療用金制ということで、いろいろなサービス向上とか、そういった、まあ、利用をしていただくような形の中で、まあ、利用者に喜んでいただけるようなサービス向上に取り組んでいただいてございます。えー、私どももももの方指指定管理者ささんととといい意見交換をさせてたただくととともにに、まあ、今ご指摘ご摘ざいましたように我々 でもまあ現場の方にも足を運びながらえそれぞれどういった方法がいいのかをえ議論をしながら進めさせていただきたいなというふうには考えてございます。えー、まあいってあの使用料等につきましてはえ運営管理の部分もございます。えー、そういった部分トータルの中でま考えながらえ対応の部分はま今後検討をしてい,ていきたいなというふうには考えてございます。以上でございます。よし、あの西京区のねあの伝統掲示板とか1回使ったらすごいお金かかるんですかね。僕全然わからへんんだけど。 あのそうじゃないところとかね、いろんなところは、ね、そのいつ行っても使ってはることがないような気がしてしゃあないし、そうやし、なんかそういう部分であの使えるようにしてあげたらいいん違うかなともいうふうに思うしね、いろんな部分でね、しっかりと前向きな形で取り組んでいってほしいというふうに思います。ままたたねあのも言いましたけど 次ね、新しい施設をらはる時にやっぱりこれまでの、ね、状況とかいうのも、ね、やっぱ踏まえていただいて、えー、やっていってもらうっていうのを、ね、多分、これ毎回、ね、ずっと言ってはると思うんですけどだけど、作らはるたんびにこれなんでこんなことになってんやろうということがやっぱりあるんですよ。だからそれはまあね そのスポーツやってはらへん人が、あれしゃるのかわからへんけれども、やっぱりそれではダメだめやというふうに思いますし、スポーツ局としてやっぱりせつあの責任持ってね、その辺はあは当たってほしいと思いますけど、その辺どうですか松田市長。 はいえー、まあご指摘の部分も踏まえまして、あのまあいろいろな利用者とか、えー、まあ関係の方々、そういった部分の多くのご意見を聞きながら、まあ、施設整備につきましても、そういった取り組みを進めさせていただきたいというふうに考えてございますしっかり、ね、取り組んでいってほしいと思いますしあの、オリンピック・パラリンピックに向けてということで、新たな魅力の魅力に満ちあふれた文化、スポーツ事業を展開していくって書いてありますしね。 やっぱり言葉だけどちごでしっかり行動で移していってほしいというふうに思います、はい、次、えーと、文化の振興についてですけども、えー、103ページの、えー、文化の振興の部分で、えー、それぞれの項目あるんですけど、取り組みの、えー、まずう成果、効果というのをなんていうか挙げてもらえますか北村文化事業担当局長。 文化振興の成果についてというお尋ねでございます、この1月にリニューアルオープンをいたしましたロームシアター、また昨年にグランドオープンしました動物園をはじめ、芸術センターでありますとか、コンサートホールでありますとか、こういったハード施設、それからそこを拠点とするさまざまな活動、また、いよいよ4年後にオリンピックを迎えてます、文化庁の全面移転を控えて、プログラム2020プラスというのを策定いたしまして、京都の文化力を上げるという準備ができてきた、そういった2 0年。 2017年度の決算であるというふうに分析しておりますそんな中でね、えー、今年、えー、3月文化庁移転、えー、全面移転決まりましたで、えー、来年度先行移転ということで本市も積極的に取り組んでいくとされてますであの先ほども言いましたけど東京オリンピックパラリンピック、えー、スポーツだけではなくてですねあの文化の祭典でもあるというふうにも言われてます でやっぱり私はね、この機会を逃すことのないようにね、あの文化首都京都っていつも言ってはりますけど、やっぱりしっかり誇りを持って、えー、文化行政、進めていく必要があるというふうに思いますけど、今後、どのように、えー、取り組んでいかれるのかお答え願いますか、北村担当局長。 はい、あのやはり私どもにとりまして、この3月に文化庁が京都に全面的に移転するということが決定しました、非常に大きなことでございます、あの京都だけでなく、文化芸術の力で全国の地方創生を牽引していくと、こういう気概を持って、文化庁が来るにふさわしい京都の文化芸術政策を進めていきたいと、このように決意をいたしております。よし 8月に行われました文化庁移転協議会、今後の文化行政の在り方として、従来の文化芸術の範囲ではなく、文化と観光産業、まちづくりとさまざまな分野との連携を強化し、総合的に施策を進めることが不可欠ということで、見解が示されました、であの先般の代表質問の中でも、市長答弁で、新たな文化行政の実現に全力で取り組む。 いうことで決意を示されましたあの国においてもね、えー、文化を軸とした産業や観光さらなる振興が求められるということで、まあ、あのその方向性を出してはりますさまざまね文化施策についても文化の中で終わることなくしっかりと観光経済活性等ですね やっていかなあかんというふうに思いますけど、市としてそのあたり、まずどのようにお考えか、お答え願いただけますか、北村担当局長、はい、あの今、吉井先生ご指摘のとおり、今回、文化庁があの移転するにあたって、単にあの虎ノの門にある文化庁が京都に来るということではなくて、文化、芸術の範囲を広げるあの機能強化という表現をされておりますが、えー、観光であるとか経済、もちろん福祉、まちづくり、こういったあの。 文化芸術の範疇を広くして、それで国の活性化、町奏で進めていこうと、こういうことが方針でございますので、私どもも市長からあの文化を基軸に進めるようにというふうな目を受けておりますので、そういった覚悟で文化芸術行政を進めてまいりたいというふうに考えております吉<し>、はい、ただね、やっぱり私自身、心配している部分があるんです。でこれ朝日新聞かなあのちょっと前に 大政奉還の舞台化します京都市日条城の国宝二の丸御殿要するに、えー、これどこまで貸し出さはんのかどうかみたいな話なんですけどねあのー、まあ皆さんももちろんあの分かってはると思いますけど文化財保護法ある中でね、あのー、やっぱりその中の文言ずっと読んでみると、うん、文化財、まあ、さっき寺田先生 朝午前中もおっしゃったけど国からねえ預かっているという,う,うその認識を強く持っておかなあかんっていうあの、まあ、皆さん言うまでもないところなんですけどやっぱり文化財保護法の中ずっと見ているとね例えば、えー、第1章の、えー、第3条地方公共自治体は、えー、その保存が適切に行われるように周到の注意を持ってこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。 また第4条の2文化財の所有者その他の関係者は文化財が貴重な国民的財産であることを自覚しこれを公共のために大切に保存するとともにできるだけこれを公開するとその文化的活用に努め,努めなければならないまあいろいろねこういう形で言うまでもないけど書いてありますあの私はあのいろんな記事見たりとかするとね そのなんかまあ使えるもんはできるだけ使っていこうみたいなねあの多分そんなふうに思ったらないと思うけれどもやっぱりいろんな記事を見る中でやっぱり心配なんですよやっぱ文化って私個人でしょ私個人的には文化っていうのはあのそんなものと違うと思うしねやっぱりそもそもも というう部分があると思うしただ、国のね方針としてやっぱそういう形でしっかりと活用していくということは出してはんないけどもやっぱり京都市としてねその辺りどういうふうに思っておられるのかまた私、市長に聞きたいと思うけどもやっぱどこまでどういうふうに思ってはるのかというのはねすごいやっぱ気になるんです、その辺いかがお考えですか北村市担当局長。 はい、あの先生ご指摘のりあり文化財二条城はじめ国民の財産でございます大切に保護をして時代に継承していくとこれが私どもの責務であるというふうに考えてございますそういうことを大前提にこれまでややもするとあまりにも保護が保護に一辺倒で文化財の価値を皆さんに知っていただくというふうな行いができていないとこういうふうなことで、まあ、先だって議会の研修に講師でも来られたアトキンソン氏と ののアドバイスも頂戴しながらあ国の方でももう少し観光目線でとかいうことが文化庁のビジョン等でも示されております。あのこういったことをあの京都市でも文化庁の来る京都市において文化財 保護と活用のモデル、こういったことを、えー、試していきたいというふうに思っております、あの先生ご指摘の、えー、まず根本は文化財、えー、国民、国の財産、宝である、これを大事にしていく、これは大前提にしっかりと認識をしたうえでの、えー、そういった試みをしていきたいと、このように考えておりますよしっと文化財保護法の現状変更等の制限および現状回復の命令、第125条、史跡名称 天然記念物に関しその現状を変更しまたはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは文化庁長官の許可を受けなければならないこれもありますあのやっぱりさっき言いましたけどどこまで行くんかっていう部分っていうかねやっぱり午前中も質疑あ,のありましたけど手根にねその間が抜けてしまったらあかんと思うんですよ やっぱり丁寧に説明した中でそしてここまでこういうふうにしますというふうな形を取っていかないとこうやって記事でばんと出てしまうとねこれも何でもかんでもそれこそ貸しますよみたいな市民の人使ってくださいみたいなね。 っていう風なやっぱりすごく心配があると思うし、だからさっきも言いましたけど、そもそも文化というのはっていうね、まあ、ここについてはいろんな考え方あるかもしれないんですけども、やっぱりそこね、やっぱり、丁寧に言ってもらわんと、やっぱり説明、そこの部分についてはね、していただきながら、また広報の仕方も考えていただきながら、進めていってもらわなあかんと思うんですけど、その辺もう一度お願いします北村担当局長。 はい、あのご自身。 の通りあの文化財保護広報に保護のための手続き等々細かに定められております、えー。文化財保護を大前提に、一方で、二条城で申し上げますと、えー、本格修理のために必要な財源を確保する、そういったことに、えー、市民、国民の皆さんの理解を得る、えー、文化財の魅力を伝えていく、こういうことも、えー、文化財にとって非常に必要かと思いますあの。決して文化財を粗末にすることではなく、あの新聞の記事はあのそういうちょっと特徴的な刺激的に書かれていますが、決してそういうことではございませんので、あの文化財保護を前提に、 の中でどのように活用していくかとこういうスタンスで文化財の保護と活用に向きやっていきたいというふうに考えております。よしん。まあ、あのね質疑したらあのそういう形で答弁されるというふうに思ってました。ただねやっぱり市民の人はやっぱり多くの人がねいやこれどこまでそしたらというふうにやっぱ思った人は多いですよ。うんだからやっぱりどういうふうに京都市の方がねあの広報していくのか説明責任を果たしていくのかっていうのも大事だと思いますしお願いいたします。 それと、まあ、これ、ちょっと全体的な話、昔見に全体の話になるかもしれないんですけれども、えー、子どもはぐぐみ局がね、えー、今、予定されてます、でこれに伴って、まああの、本庁だけでなくてです、ね、区役所、そして、市所の窓口、えー、大きなあの再編になると思うし、えー、子どもに関する施策の、ねえー、一体化というか、えー、市民のーサービスの、うん とということで、ねまあ、あ方向性を出してしっかりやっていくということなんですけども、まあ、こんな中で、ね、私自身スポーツの部分、うん、まあ午前中も久保委員の方からもありましたけどスポーツの部分にかなり常任会でも重点を置いて。 えやってますで年間テーマとしても取り組んでるそういった中でねあの文化市民局の柱の一つである癖そして暮らし安全でだあのスポーツなどのね市民生活の直結する事業についてねやっぱり私はあのもっともっと強力に推進していってほしいと思いますしねあのそのためには文化もやっぱりしっかりと これから文化庁が移転する中で文化という部分はもうやっぱり突出して、えー、しっかりやっていってもらわなあかんけれどもその中でまた別で政暮らし安全スポーツという部分は、ね、あの文化市民局の中の柱として、ね、もっと強力に、えー、進めていってもらわなあかんというふうふに思うんですけどその辺、えー、お考えどうでしょうか吉田共同参画社会推進部長。 あの今、先生からご指摘いただきました、子ども育み局につきましては、私どもの方保健福祉局の方とも、ああ事業の移管等につきまして、十分に連携を取って今、協議を行っているというところでございます。 あのまあ、子ども育み組局のまあ一つの,あの視点と、大事な視点といいますのは、あの私どもの方は、より市民にとって便利で分かりやすいものになる、市民サービスのさらなる向上を実現していくということが、一つのキーワードかというふうには、私どもの方は考えておりますあの。文化市民局、文化、それからスポーツ、区政、まあ、幅広くあの共同参画ということで、幅広く事業を行っているところでございますけれども、あの文化の振興だけではなくて、この市民生活の維持、向上を施策 のの推進についいいては、まあ、あの姿勢の根幹ととうこともございますあのさらなる市民サービス、それから市民生活の向上、地域ティの活性化等につきましても、市民参加の在り方等につきまして、町内の執行体制そのものにつきましても、も含めまして、しっかりと議論をして、文化市民局等としても検討してまいりたいというふうには思っております。 でまたあの文化の振興ということにつきましては、先ほどあの北村あの局長もの方の答弁ございましたけれども、しっかりとまあ保存、継続、維持ということも当然、前提にも置きながら、活性化ということも視点において、体制を取っていきたいというふうには思っております、そのことにつきましても、文化市民局の方からもしっかりと発信をしてまいりたいというふうに考えております。よしはいあの 文化についても、ねえー、国においてもあの文化を軸とした、さっきも言いましたけど、産業や観光、えー、とさらなる振興を図っていくということで方向性出てますしね、ね文化についてもやっぱり、あの今まで連携したはっがか、したらへんのか知りませんけれども、文化と産業、観光局とやっぱり連携してね、やっていってもらうっていうのは必要だと思います、ただ、さっきも言いましたけど、その何でもかでもという、そんなことではなくね、文化っていうのも大切にしていただきながら、えー、連携っていうのをね、 まあ、国の方向性でもありますししていってもらうっていうのは必要であるというふうに思いますしそのあたりしっかり、えー、踏まえていただいて、えー、文化市民局として進んでもらいたいと思います以上です進行いたしますあ、えー、ちょっと答弁を出、えー、かかっております寺井文化市民局長え京都市ではあの国際文化観光都市また文化市と京都推進ということで文化の振興によって 都市の品格ととと魅力をを高めてていいいくるでこ目指しているところでございます、えー、吉井委員あのご指摘のとおり国においては文化を軸とした産業や観光のさらなる振興が求められているということでございますけれども本市においても文化庁の全面的な移転が決定した今文化が観光や経済をはじめとしたあらゆる施策と融合しまして文化による産業の活性化によりまして、えー、文化で地方を元気にすると。 文化で人々の暮らしを物心両面豊かにすると、こうしたことを目指す必要があるというふうに考えております、このような認識の上に立ちまして、今後もさらに文化を軸として、より効率的な取り組みを関係局と一体的に推進し、町内の推進体制の在り方や連携の方法等につきましても、文化市民局において積極的に検討させていただいて、発信をさせていただきたいというふうに考えております。以上ででございいますすよろしいですか 進行いたします。平山義和委員。えー、午前中に、えー、会派の久保議員からあの質疑がございました。子供若者総合相談窓口の件です。えー、あの、これまでの経緯とか現在の状況というのは質疑があったんですが、特に、えー、就労に関する相談があの。まあ。 大きな大きなと言いますかねそれ一定程度の割合であるということでございますであの、まあ、働き方ということについては今世の中でさまざま注目をされているところでありますけれどもまあ,あのいわゆる一般的なその就職とか働き方ということではなくてこちらでは本当にその自らの困難、まあ 困っている状況からなんとか就労をという思いで相談をされている方にしっかりサポートをされているというふうに思いますけれどもそのもう少しですね午前中説明があったわけですけどもう少し具体的にどういったサポートをされているのか特に就労ということであれば相談を超えてですね受け入れ先といいますかね就労先とも あのこの窓口がつながっておく必要があろうかというふうに思いますが、まあ、この就労の支援について、えー、もう少し具体的にご説明をいただきたいのとまた、その1回相談に乗った場合にそれはあのどうなんでしょうか大概うまくいくんですかね改めてまたあのその状況がうまくいかなくなって再相談というケースもあるのではないかというふうに思います。 そのあたりについて、ご説明をお願いします。松森勤労福祉青少年担当部長。相談窓口、子ども若者相談、総合相談窓口の就労に関するお尋ねでございます。先生からも少しお話ございましたが、昨年度の実績で申しますと、470件の窓口への相談をお受けしております中で、 58件が、就労のご相談でございます。具体的にちょっと一に、相談の事例について申し上げますと、休学中の学生の方が、卒業もしたいけれども、併せて就労もしたいと、どんなふうな、まずその卒業が先なのか。 就労があのしたらいいのかその辺について自分自身こう判断があのできないという,ふうなことで、まあ、対応の仕方についてはまあご相談されているケースあるいはもうすでに就労しておられる方で、まあ、職場での対人関係とかあるいはその職場でのストレスそういったことの悩みがこう高まってきている中で、まあ、そういったことにどう対応したらいいのかと。 まあそんなあのえご相談が入ってきてきおりますあのそうした場合に、すみません、少し長くなって恐縮ですけれども、まず、電話でご相談で対応できる場合には、こういったところ、こういったことに注意をして対応されたらいいんではないですかとか、こういったところをご紹介するので、一度相談に行ってくださいと。 いうふうな形で例えばあの、午前中もあのお話がございましたけれども京都若者サポートステーションをご案内したりあるいはその医療機関そういったところをご案内するケースがあのございますまたあの、一度電話でお聞きしてもなかなかあの対応が難しいなというふうな場合には来所をいただくという形にしておりますそれであの、えー、来所していただいてどういったあの対応があの適切なのかと。 いうふうなことであの、えーまあ、丁寧な対応をさせていただいているという状況でございますまたあの、えー、支援コーディネーターがおりますけれども支援コーディネーターにつないで、えー、寄り添い方の支援をする、まあ、そういったケースもございますであの具体的にその、えー、いわゆるその就労先でございますが例えばあの青少年活動センターであの、えー 職業のいわゆるその体験みたいなことができる、まあ、そんな取り組みをしておりますのでそういったところにご案内したり先ほど申し上げたサポートステーションこちらの方にはご案内するケースがございますそれから相談に一度乗ってです、ね、再度という場合につきましてはこれまでからも2度3度同じ方がご相談に来られるケースがございますのでそこは状況に応じて えー、2度3度丁寧に対応させていただいているという状況でございます。平山義和委員。わかりました。まあ,あの私ね。ちょっとあの私の認識ではあのごめんなさい。この子ども若者総合相談窓口というのがまあ、ニートとか引きこもりとかっていうことのイメージが強かったものですから、必ずしもそうではなくてね。あの まあいわばあの就労というお悩みについてストレートに相談をなされているケースが今のお話ではあるように思いますそういう意味では今、本市がこれからあの取りまとめをしたり取り組みを進めていこうというその若い方の働き方ですねこういうところにもこれまで取り組んできた実績からさまざまな意見を反映できるのではないかというふうふに思います。あのしっかりと 連携を取っていただいてですね反映できる意見があればですね伝えていただきたいなというふうに思いますで全体としてですねあの27年度は470件というあの相談ケースがございましたということですであのこの間体制も充実してこられたと思いますが470件というのは日に、まあ、いわばね 1>, 1件から2件以上の平均すると相談があるということでありますけれども、この窓口の体制としては、ですねここの特徴は、本市の特徴は、相談者にしっかり寄り添っていくというのが本市の特徴であるというふうに認識をしていますが、体制としては十分に整っているのでしょうか。松森担当部長現在の支援体制についいてでございますあの 相談窓口で対応する職員とそれからの支援コーディネーターとして対応する職員がございますあの現在の体制としましては、えー、と専任人で2名があの1つは相談窓口におりますそれからの相談窓口と支援コーディネーターと兼ねている職員が1人おりますそれ以外に、えー、支援コーディネーターとして、えー、対応しておる職員が6名という体制でございますそれであの 先生おっしゃいましたように月平均マス40件弱ぐらいのご相談が来ておりまして現在でいうと80件余りのケースを6名の職員で対応しているということでございます長期の支援が必要な方もいらっしゃいますがおおむね現在の体制で支援ができているというふうに平山義和委員。 当局の方でね、あできちんと対応できているということであればあのいいんですけれどもあのどうしてもこ,のこちら側の体制があの相談を受ける側の体制が十分でないと入り口のところで、ね、あの十分相談を乗れないケースというのが知らず知らずのうちに増えてくるのではないかというふうに思います。そのののありりもあの今後の事業継続の中ででししっかりと目を光らしてですねあの この窓口の機能を十分に果たしていただきたいというふうに思います。で、えー、続けてですね、あ次にですね <laughs> マイナンバーカードについてお伺いをいたします、えー。マイナンバーカードの発行ということが始まってからまあ随分と混乱をしました全国的にで随、えーえー、一時の混乱が収まって現在はあのー、まあ、順調に。 希望者に対してカードが発行できているということをいろんな場面でお聞きをいたします、また現場からもそういう声をお聞きしますが、現在の交付状況について、簡単にご説明いただきたいと思います林地域自治推進室長、はいあの。マイナンバーカードの、えー、交付状況でございます。あのえー、長期にわたりましてです、ね、J リスの システムの障害がございまして大変皆様方にご迷惑をおかけしましたがそれも5月には順調にシステムが動いてございます9月末時点で申請数が14万4334件でございましてそのうち候補が9万6238件で到着数が 13万2788件が、カードが区役所に実際届いておりますので、到着数に比しまして、交付で72.5%、をほぼスムーズに交付ができております、以上でございます平山喜和委員。このマイナンバーカードですけれどもあの、なかなかカードを発行したけれども、いまいちメリットがちょっと分かりにくいとか。 あのまあ、身分証明書としてです、ね、あの使えるということもあるんですけれどもあのそういうお声もお聞きしますで一つのマイナンバーカードのメリットとして、えー、行政役所が発行する各種証明書がコンビニ等で交付ができるということがございます。今あの私のののの西京区ででももそうですけれど行、えー、行政の証明書の発行の えー、窓口にはコンシェルジュというんですか案内人の方が配置をされてましてあの積極的にお声がけもあのい,ただいてというかされてて、えー、随分とそういう意味ではサービス良くなったなと思うんですけどいかんせんですねやっぱり窓口での待ち時間というのはそれなりにあるんです。ままた、えー、区役所ででは自分でまあ時間をかけて 訪問というか行って発行して家に帰ってくるわけですからそういう意味ではこのコンビニなどで証明書が発行できるということは大変に利便性が高いというふうに思います。これまで会派の議員が代表質問やいろんなところでお聞きしますと一番これまで本誌ができてなかった一番の原因は戸籍のデータが電算化されてないと。 いうことがが大きかったんですあとはその多額のシステム費用やがかかるまあ、まあ、そ,その多額の作業コースもかかるということだと思いますけれどもそういう課題がありますということをお聞きしていますであの政令市ではですねすでに12都市でこのコンビニし、えー での証明,証明書発行ということが出来上がでっていますでこの間私あの知ったんですけれども隣の亀岡市では7月1日からこのコンビニ証明書発行ができてるんですで僕が疑問に思うのはですねこの今までこう質疑を重ねてると、まあ、このコンビニ証明書の発行の仕組みを作るのはもう大変だという認識なんですよ だけどまあ12都市でもできててで、まあ、亀,岡亀岡市もやってるということはそのいわゆるこのシステムの,このベースみたいなのはあ,るあってまあ一定の条件が整えばスムーズにこの本市でも導入できるのではないかというふうに私なんかねあの感じとして思うわけですけれどもこのコンビニでの証明書の発行の改めてその課題と 取り組みの状況をお聞きしたいと思います。林市長。はい、あのコンビニでの証明書、各種証明書の発行のおにおける課題と取り組み状況でございます。えー、先生、あのご指摘のとおりですね。あの、私どもとしのまずスタンスとしては、えー、各種証明書のコンビニ交付。これは市民の利便性の向上に非常に大きく寄与するということでございますので、できるだけ早期に。 実施したたいいいいいいという思いででいでっぱいでございますただですだね今ご紹介もいただきましたように現時点でなぜコンビニ広告が実施できないかという理由として大きく3つございます、挙げていただいた2つ、1つは5年かけまして戸籍のコンピューター化、これがようやく9月に終わりましてそれは一定クリアしました、でもう1つが本社の厳しい財政状況でやはり費用対効果をきっちりと見極める必要があると。 それに加えましてです、ねあの、重機システム、これにつきまして、オープン化が現在、総合企画局でやっていただいておりまして、これがです、ね、平成29年度の後半に作業が完了する予定でございます。これととああ、同時にありますと 二重投資になるという恐れもございまして、この辺をうまくタイミングを見極める必要があると、まあ、こういうことがございます。まあ、ただし、あのそういうことも現在さまざまな角度で調査しておりまして、できるだけ早く、かつですね、あのその前提となるマイナンバーカードこれ自身がですね、ご申請をこれが。 必需でございますので、これが先ほど申しました。えっ、ー、と現在10%ぐらいの申請ベースで10%ぐらいですので、これができるだけ伸び伸び,伸びていただけないと、なかなかご利用できないとこういうところもございますが、その辺もしっかり見極めながら進めていきたいというふうに考えてございます。以上でございます。平山義和まあ、マイナ最後のね。マイナンバーカードのあの、まあ、取得が増えないとっていうのは、それはあのまあ。それはあの。 行政側としてはそうでしょうけれどもカードを持っているのは個人個人ですからねその人にとっては便利になるわけですからと僕は思いますでねその先ほどそう,そうしますとね先ほどのご説明で言うと今すでに導入さっき言った他の政令市とか、まあ、お隣の亀岡市とかそのオープン化ということを他の都市がやろうと思ったら他の都市もこれからそのオープン化進めたら にいわゆる結果的な二重投資になっているという認識でいいんですか林市長それますあの。オープン化の進捗状況については恐れ入ります、他都市の状況は私あの、把握しておりませんが、おそらくですけれども、もうすでにあの終わっておって、その上でやられたというふうに理解しております平山義和委員。あの 戸籍のコンピューター化ができないと次のステップに進めないので、これ、僕も大変よくわかります、非常に分かりやすいですけれども、あの他のことがね、非常に、まあ、いわゆる慎重に進めてるなという気がするんです、費用対効果ってありますけど、これ、効果あるんですよ、こんだけ導入されてるっていうことは。<laughs> まあ、あのスピード感を持ってです、ね、ぜひあの進めていただきたいというふうに思います。 それから、えー、と最後ですけれどもね、防犯カメラの設置促進、補助事業についてお伺いします。えー、この防犯カメラについては、地域団体向けと事業者向けということで補助をされています。地域団体向けは補助率が9割で上ということで、まあ、あの上下の金額が二十数万円ですね、1団体につき5台までと。 それから、えー、事業者向けについては、えー、補助率が3分の1、上限が8万3千円、1事業者等につき3台までということでございます。えー、ちなみに平成27年度の予算とその実績、金額でいうと、えー、どういうことになりましたでしょうか。羽賀暮らし安全推進部長。はい、ありがとうございます。 えー、27年度のです、ねえー、地域別の方の予算でございますが、えー、4745万円ということになっております、それプラス、あのー、あすみません、4745万円でございますでは、あのー、先ほど先生おっしゃっていただきましたように、9割の補助で、えー、1台当たり22万5000円を限度額とさせていただいております。 それと、ええ、事業者向けの方でございますが、ええ、二十七年の予算として、ええ、七百五十万。ということで、三分の一補助、ええ、八万三千円を点とさせていただいております。以上でございます。平山よしかず。ええー、応募状況と採択の状況はどうですか。あの、大変に競争率が高いというふうに。まあ、競争率という言い方がいいのかどうか、ありませんけど、応募しても、あの、採択されない。 あの件数も多いというふうに聞いております。で、あの不採択の場合というのはどういう理由があるんでしょうかあのいわゆる件数の問題、予算が限られているから、まあ、件数的に無理だということが多いのか、それとも別途の理由でですね、なんかその設置の条件だとかいろんなことが合わないので不採択になるということが多いのか、そのあたりもお伺いしたいと思います。賀部長 はいいすません応募27年の応募状況でございます地域別の方がすね九98団体それから295台の応募がございましたそれに伴いまして補助を確定させていただきましたのが75団体216台ということになっております。それから事業 記者向けの方でございますが、えー、応募のほうがです、ねえー、47団体で85台でございました、最終、あのー、45団体の82台になっておりますが、えー、この事業者向けの方はですは、ね、当初、えー、100台ぐらいです、ねえー、応募が上がったんでございますが、最終的に、えー、管理者のほうがです、ね、あの辞退するということで、えー、最後は85台になっております。 それからですね、不採択の数でございますが、今言ってますように、その差額の分で30団体ぐらい、地域別の方が不採択をさせていただいております、これはあの府警の方とですね、慶応反日地検数のですねあの数を考慮したり、またあの地域とのですねあの調査をしたりですね、それとあと、かつ所轄の方でですね、 あの調整をしたりして対応させていただいておりますが、昨年はあの安心安全運動でですね右京都市民については、区役所とそれから警察署、またあの地域団体と協議をしながらあの対応させていただいておるという状況でございます。予算の方はですねあの26年度以降本当にあの 財政が厳しい中、6000万、5000万、5000万という形でですね予算をつけていただいておりますので、十分に対応できているものやというふうに考えております、以上でございます平山義和委員。まあ、あの財政が厳しい折と言われるとなかなか <laughs> 難しいんですが、あのまあ、十分に対応できているとはいうものの、やっぱり、ね、あのどうしてもこの。 漏れる場合がありますので、そこを是非とも頑張ってほしいなというふうに思います。で、あのこのカメラをつけますね。で、これは録画をするわけですね。映像を。だこの録画された映像等の取り扱いは当然このカメラの設置者、いわゆるその地域団体とか事業者ということになるわけでありますけれども、まあ、9割が本。 本市が実質的に補助をしているということと地域団体といいますけれどもねいわゆる地域の自治会や町内会そういう団体が申請をして付けられている場合も多数あるというふうに思いますこの事業を促進補助をしてきて数年経ちますけれどもこの録画データとの データ等の取り扱いについてです、ね、これはあ,のあくまで本社が関与することではないとは思いますけれども先ほど言ったような実態があることから鑑みると、まあ、定期的にです、ね、やはりこのデータの取り扱い等についてです、ね、あの個人情報の問題やあのそのこ,と他のことも含めてあのそれらの団体にまあ注意を喚起していくような取り組みということも必要なのではないかという,ふうに思います。 ご見解をお伺いしたいと思います。羽賀部長、はい、ありがとうございます。まあ,あのカメラの需要はですね、これからますますまだまだあると思いますので、えー、来年度も、えー、今年度もですね、えー、頑張って設置、えー、していきたいというふうに考えております。 それから、ああ録画に関するあの個人情報の問題でございますがまあプライバシーの関係もございますけどあの当初よりですねあの防犯カメラの管理・運用に関わりますあのガイドラインをきっちり設けさせていただきましてあの自治会、町内会に認定するときもですねある一定の,あの制約また、 管理者を定めていただいて取り扱ってはしていただいております。またあのこのカメラ中の中を録画ですが、大体まあ一週間を録画していただくことになる装置をですねつけていただいたいてます。まあ、その部分については後上書きで消せるようになっておりますが、そのあの管理もですねきっちりとあの管理者また副管理者をつくあの作成していただいて対応しているということでございますので、きっちり管理がなされているものと判断しております。以上でございます。平山義和委員 あのまあ、そういうガイドラインとかねあのそういう指針とかをあのきちっとされてで当然その状況で採択をされて設置をされてそれもよく分かってるんですそのなんですけれども、まあ、設置をして年数が経ってきますとねあの、まあ、地域の中でもだんだとそういうことは少し薄れていくようなところもあるのではないかと思います。 気をつけてくださいねというふうにまあしっかり注意喚起をしていくという取り組みも必要なのではないかというふうに思っておりますのであのぜひご検討のほどよろしくお願いします以上です進行いたします山根委員えよろしくお願いいたします私はあの本市の文化スポーツ施設に関わる指定管理者制度の問題についてお聞きしたいと思います あの今年3月に総務省から全国の自治体での指定管理者制度の導入状況を調査した結果が公表されておりますがこれまでも2006年、2009年、2012年と3年ごとに調査が行われてです、ね、結果が公表されてきましたで今回は2015年4月1日時点での数字でありますで導入施設数は全国で 76, 7万6788人 今あありましてこれは増加傾向にあるとで重要なことはですねこの制度の本格実施以来この9年間で全国では6823件が指定の取り消し、業務停止それから期間満了で取りやめとなってですねその結果、まあ、直営に戻したものもあるんですけれども休止や廃止、民間譲渡等,等に 追い込まままれれる施設も多数生まれておりますでそこであのまずお聞きしたいんですが、本市のスポーツ施設、文化施設では、ですねこの指定管理の中で、これまでこういう事例があるのかどうか、あるいはこの総務省の調査についての分析や検討などはされてきたんでしょうか、いかがでしょうか吉田共同参画社会推進部長。 あの今、議員ご指摘の,あの今、文化市民局のほ八83施設であの指定管理の方を行っておりますけれども、今、これまで議員のご指摘のそういった状況にある施設ということについては、事例としては私の方では把握をしておりません。でまた、総務省の調査等については、文化市民局におきましての,その細かなその分析等については、今現在行っていないという状況でございます。山根委員 それとです、ねあのまあ、今回の調査で一つ特徴的なことがです、ねあの、指定管理の期間ですね、これがあの今、5年というのが非常に増えておりまして、これが5万174施設、全体の65.3%という結果だったそうであります、でこれは前回比で9042施設増と、9.3%増という、非常に大きなあの大幅に伸びていると。 で当初は3年間という期間が、えー、多かったそうですけれども、えー、それではですねあの働く職員さんが非常に不安だと、あるいは専門的な、あるいは技術的な蓄積もされていかない、で人材育成や、えー、利用者との信頼関係の維持で、運営等に支障をきたすということで、問題が指摘をされてきました。であのそこで、えー、こでのの指定管理の期間について 京都市においてはです、ね、まあ、どういう傾向にあるのか、この点はいかがでしょうか。吉田部長。あの申し訳ございません、あのえー、と指定管理全あの,のは、うんまあ、所管そのものが行財政局になっておりますので、あの期間の今の,あの京都市の,あの分析、全体の分析にしましては、あの私の方では今、答えは持ち合わせておりません、申し訳ございません。山根委員。 それでまた個人的にでも結構ですので、また教えていただけたらと思います。それで今回の調査はですね2010年の12月に総務省の自治行政局長通知というのが出ておりまして、これを踏まえたものでありまして、ここではですね指定管理者制度の問題についていろいろ指摘がされております。例えばこれはは指定管理者制度というのは あくまで地方公共団体の自主性に委ねる制度だということですとか、えー、単なる価格競争による入札とは異なると、えー、違うということとかですね期間については法令上の定めはなくて公の施設の適切かつ、えー、安定的な運営、えー、あるいは施設の設置目的や実情等を踏まえて、えー、云々とんれから あの指定管理者制度を活用した場合でも住民の安全確保に十分配慮するということとか、えーえー、指定管理者が労働法令を遵守することは当然とこういう指摘があるわけなんですね。でこれはですね私は裏を返せばそういうことさえなされてこなかったという事例がですねあの山ほどあるということだと思うんですで、あのー、そこである改めてお聞きしたいんですが京都市の文化施設スポーツ施設に関わる局として この指定管理者制度の持つ問題点についてはどう認識をされているでしょうか。吉田部長 あのまあ公の施設の管理ということで、平成16年からこういう指定管理の方の制度が始まっておりまして、京都市の方でもいろいろと制度等を、ああ仕組みを整理をしているというところでございます。あのまあ文化市民業といたしましては、所管、先ほどかあのご答弁させていただきましたように、行財政局になっておりますけれども、私どもの方京都市の公の施設の指定管理制度の運用基本指針というのがございます。それに 続きままししてて事務を適正に執行いいいるという状況でございますあのその中に、今委員ご指摘の総務省の指定管理制度の運用ということについても捉えて、この運用指針ができていると、作られているというふうに聞いております。その中でも、適正な労働環境の確保等ということについては項目としてはございます。それぞれぞ個々の あの指定管理の課題ということがあるというふうに思っております。あの全体としての,あの課題の把握ということについては、今後、努めていくという必要はあるというふうに思っておりますけれども、私どもの方この指針に基づいて運用しております、えー、そこの運用,運用の指針の中には、そういった課題も含めて対応していくというものが含まれているというふうに思っておりますので、私どもにとしてはこの指針に基づいて、しっかりと適正に事務,事務管理をしていきたいというふうに思っております。山根委員 分かりましたあのそれであの、まあ、私どもはです、ね、この指定管理者制度、まあ、そのものに大きなあの問題があって、えー、抜本的な見直しがあの必要だというふうには考えているんですけれども同時に、えー、この指定管理者制度のもとであってもです、ね、改善すべき問題があると思っています。で一つ、 はあの施設の利用料金が指定管理者の収入となる利用料金制について、えー、お聞きしたいと思いますあの全国に20ある政令指定都市で、えー、全市で,です、ね、指定管理者制度は導入されているんですけれども、えー、利用料金制を原則採用していない自治体があの8都市あります、えー、仙台、相模原、新潟、静岡、神戸、北九州、福岡、熊本と。 でこれは仙台市ではです、ね、例えば26スポーツ施設のうち宮城県との共同運営で県の方針で利用料金制を採用した施設を除いて全施設で不採用になっていますで担当者の方がこういうふうに言っておられます利用料収入で差が出れば施設運営の安定性や公共性が確保できない可能性があると。 でまあ、こういう自治体もある中で、京都市はなぜ今、利用料金制度を導入されているのか、こういう今のような問題は考えられなかったのか、で私はです、ね、せめて京都市が責任を持って決める収入になるという、あの使用料金制度にするべきではないかと思うんですけれども、その点はいかがでしょうかどなたがご答弁されますか。はい 平竹文化芸術政策官。えっと文化施設に関して申し上げますと、やはりあの、えー、使用。 使用料制になりますと、収入はすべて京都市の財布に入るということになりますで。利用料金制ですと、それは指定管理者の財布に入るというふうな、そこが大きな違いでございまして、やはり自分たちが努力をしたものが自分たちのところに帰ってくるというふうな制度の方が、指定管理者にとっては非常にモチベーションが高まるというふうなところがございますし、やはり行政の方にあにすべてのお金が入るということであればです、ね、行政が運営するのと、あまり形態的には変わらないというふうな。 私どもの施設も最初からすべて利用料規制にしていたわけではございませんけれども、常時法が改正されて、利用料規制が導入されて、すぐに全部の施設をしたわけではございませんが、やはりあのそういった課題があるので、あの順次、利用料規制を導入してきたということでございます山レイン。指定管理者制で自分の財布に入った方がモチベーションが上がるというお話でしたけれども、私はあのこの文化、あるいはスポーツ、 こういう分野はですね、決して儲かる話ばかりではないと思うんですよね。やっぱりあの長期的な視点で、例えその一時期は儲からなくてもしっかり仕事に取り組むということが求められている分野だと思いますので、あの今のお話だけでいいのかなというのが率直な思いです。で例えばこの仙台市の担当者がですね、公共性の確保ができない可能性と指摘した通りに、京都市では実際に施設間で 大きな格差が広が広っておりますこれはあの暮らし環境委員会の中でもこの間、えー、ずっと議論をしてきましたけれどもあの改めて紹介をさせていただきますと横尾寺運動公園の体育館は、えー、トレーニングルームの年間利用件数は、えー、2015年で435件トレーニングルームにある10代の危機器はです、ね、体育館がオープンした、えー、29年前から一度も更新をされていない。 ウォーキングマシンはカセットテープが使えるタイプのものです今後のリニューアルの計画もありません同じ伏見区の北堀公園の体育館は2015年度の年間利用件数8748件2015年の4月にランニングマシンなど20台の器具を入れ替えて利用率アップを目指しておられると聞きましたそれから山科,地域の山科の地域体育館のトレーニングルームはですね 年間利用件数は2015年度で1万7856件予行時体育館の41倍という数字ですで2015年度までに春高時の1998年からあった筋力トレーニングマシンなど全器具をリニューアルをされてで15年7月からはです、ね、2人のトレーナーを平日に配置をされているということを聞きましたで私はせっかくこれだけ素晴らしい充実している施設があるんであれば やはり市内のそういう施設がですね、同じ京都市の施設なわけですからやはり他のところでなぜできないんだという気持ちに市民の皆さんなると思います、で特にですね、3施設とも利用料金は1回300円一緒なんですで、同じ市民税を払いながら住んでいる地域によってこれだけ格差があると、これは私は指定管理者の責任というよりもやはり京都市の責任が問われていると思うんですけれども、その点はいかがでしょう。か。 松田市長はい、あのまあ、それぞれ施設の部分につきましては、まあ、指,定あの指定管理者の先ほどご指摘ございます、まあ、ちょっと利用料金制とのまあ仕組みとは若干違います、まず利用料金制の部分につきましては、我々あの前回27年度から導入をさせていただいてございますが、その前の指定管理料制度の部分を引き継いだでえで、えー、まあ委託料という部分を、ま、あ ままえたた上で利用料金制度を入れさせていただいていいいだございますその中で先ほども答弁ございましたようにそれぞれ指定管理者さんの自主努力いろいろなサービス向上によって工夫をしていただくというような仕組みになってございますトレーニングルームの活用の部分につきましてはそれぞれ指定管理者さんの方うで、まあ、予行時につきましてもトレーニングルームの利用件数はご指摘のとおりでございますあの場所を使いながら各種のスポーツ教室を開催していただいたりとかそれぞれ指定管理者さんの 管理者さんの持つノウハウやらを利用しながら今現在、あの施設の有効利用というのを検討していただいているようなところでございますえ加えまして、まあ、それぞれ指定管理者さんの方も当然、料金というか収入の部分というのを加味しながらの部分にはなってまいりますけれど、まあ、トータルを含めてさせていただく、えーまあ、あの確かに施設によって、えー、現在まあ地域性の問題があるのは我々もありますがそれぞれのまあ施設を活用しながら まあ全市レベルの中でまあスポーツの向上を図っていくというような考え方を指定管理者さんともまあ我々も連携をしながらえ進めさせていただきたいというふうに山根委員地域間格差、ね、施設間格差があるのはお認めになるんですけれどもであの例えばです、ね、まあ、利用料金収入の 少ない施設には指定管理量を多く配分するというこういうこともですね以前お聞きをしましたけれどもしかし果たしてそれで解決できるのかということであの先ほどですね施設管理や修繕のお話があったんですけども私もあのこの間、指定管理者の施設の方に直接何人かお話を聞く機会がありましたけれども指定管理者さん自らがですね高額なお金を出してですね 修繕をしているという例もやはりあるわけです。で、そういう中でそれができないあの指定管理者さんもなかなかあの難しい管理者さんもおられますから、あのこういう格差があるのはあの誰の目にでも誰の目にも明らかですので、あの引き続きですね議論させていただきたいと思います。そこであの一つお聞きしたいんですけども、地域体育館や運動公園などのこのスポーツ施設についてですね、利用料金制度が導入される以前 それからそれ以後で施設ごとの委託料というのはわかるんでしょうか。どなたが答弁はい松田市長はいあの以前、えー、平成二十六年度まではまあ体育館グループとかまあグランドグループというような大きな枠組みをさせていただきました、えー、まあその中でまあ今回二十七年度からは。 い,ろいろちょっとブロック分け、あの地域の近隣のところをまあそれぞれ施設の特徴を入れながら、組み分けをさせていただいた中で、トータルで料金というのを算出をしてございます、そのため、個々の施設、単体の施設もございますので、それは分かるんですが、ブロックになっているところに関しましては、施設ごとのちょっと料金という部分が、ちょっと形状は出てきませんので、その部分についてはちょっと分からないということになります。山根 あのそうなんですよね私も先ほどいろいろ調べてたらあの一括というかそういう枠ではあの数字が出てるんですけどもその施設ごとの細かい数字がちょっと分からなくてでただ、ですね、まあ、そう今言っていただいたように指定管理の枠が変わってたりとかですね、えー、一括で委託して金額を出されているっていうのはあると思うんですけどただ、それでもですね何らかの根拠があって金額が出てると思うんですね。何の根拠もなく あの委託の金額が出てくるとは思えないんであので例えば施設規模とか職員の数とかですね利用者の数とか、まあ、どういう基準であの考えておられるのかちょっとまたそれはあの後日でも結構ですのでまた教えていただきたいと思いますそれからもう1つだけ改めて求めておきたいんですけれどもあの障害者スポーツやあのニュースポーツいろんなあの新しいスポーツがありますがこういう皆さんがあの京都市の 体育館を利用する際にですね、現状ではまだ利用できないあの種目があるということで、で問題はあのこの体育館を使わせてほしいという相談をするときに現状ではですね、それぞれの施設の指定管理者へ相談しなければいけないことになっていると、私これをあのぜひ改めていただきたいと思います。で暮らし環境委員会の中ではあの電動車椅子サッカーの関係者の方の声をご紹介をさせていただきましたが、例えば窓口で たらい回しにされるという事態があったりとか連絡に不備があってです、ね、誰の責任なのか全くわからないような状況になってです、ね、大変ご不便、ご迷惑をおかけしている状況が生まれていることを紹介をさせていただきましたがあの先ほど、現場へです、ね、もっと京都市自身が足を運んだ方がいいんじゃないかというご意見もあったんですけれども あのそれとも少し重なりますけれども、私はあの京都市自身がやはり窓口になって、ですねあのやってこそ、そういう市民の皆さんの声やニーズをしっかりとあの掴むことができるし、指定管理者との連携においても、ですね責任を持った対応があのできるのではないかなと思っております。我が党の議員団が松本市へあの長野県松本市へえ調査に行きましたけれども。 この松本市もでですすねね指定管理者制度なんです、ね、同じしかし、えー、指定管理者制度のもとでもです、ね、市民からの相談には市が責任を持って乗っていると、それから施設の使用可否の判断は市が行ってますとこういうふうにおっしゃってましたので、えー、これはですね現状でも改善は十分可能ではないかと思うんですけども、いかがでしょうか松田市長。 はいあのまあ、施設の,あの各それぞれ新しい競技とか、えー、障害者スポーツの利用等につきましては、えーまあ、それぞれ施設の維持管理の面というも,のもございます。えーまあ 他のの利用者に影響がなないいかかかどうかというようととよ部分とか施設そのものに影響がないのかどうか今私どもの方も各指定管理者の方うに、まあ、独断の影響の場合は幅広く対応するようにというような指導はさせていただいてございます独自の問題につきましては基本的にはあの私どもという、まあ、今現在はあの各施設の方でさせていただいてございますがただし指定管理者に我々も丸投げしてるわけではございません現実的にはまあ指定管理者さんの方から私どもの方にも 相談が,上がってその都度一緒に指定管理者さんのご意見も聞きながらこうしようやとか、えー、これは難しいなどいろいろな部分を検討しながら対応させていただいてございます。 そういった部分の中では、今、その窓口、どっちやというような議論ではなしに、今、連携を取りながらさせていただいていますし、先ほどもご指摘ございましたように、我々も一層、指定管理者さんとも連携を取りながら、現場の実情も踏まえながら、今後は対応はさせていただきたいなというふうには考えてございます山根委員。丸投げしているわけではないと、それから連携をして対応していると。 窓口がどっちやという話ではないとおっしゃるんですけどね、あのサービス向上どころかサービスが低下しているから私は言ってるんですよ。であの迅速な対応ってこともこの前言われましたけれども、情報共有さえできてない事例があるとだから指摘をさせていただいてるんですで。市民の皆さんが利用される公園もほったらかしにされてるし、施設の格差も大きいしですね。住民の福祉の向上を図るために設置されたはずの 公共施設ででななぜこここううういいとととが起きるのかということなんですで私あの最後にこれは指摘だけして終わりたいと思いますがあの指定管理者制度というのはです、ね、自治体にとっては、えー、人員経費の削減それから管理権限の一部まで委ねることができるものでありますそれから民間企業にとってはです、ね、自治体が税金で建設した施設を企業活動に使えるとで先行投資のいらない安全な市場と言われています。 うまみがなければ経営が困難になったらですね撤退すればいいという話ですからこれで公的な制度といえるんだろうかと私は思うんですであの制度を主導してきたもちろん総務省の責任は大きいと思いますけれども自治体の姿勢も私は問われていると思います総務省通知の中身ですね指摘で先ほどもお答えいただきましたけれども、まあ、公的な仕事であるにもかかわらずワーキングプアが生まれると。 こういうような状況もありますから、改めて指定管理者制度についてはです、ね、あの抜本的な見直しが迫られていると、このことを指摘して終わりたいと思います進行いたしますあ。答弁がございます松田市長どうぞ はい、あのすいませんあの、スポーツ施設の部分につきましては、あの指定管理者さんの方とも連携を取っていきますしあの、ちょっと今ご指摘された連携が取れてないという部分の事例が、ちょっと私どももわからないんですけれども、あのまあ、常日頃という連携を取りながら、えー、一緒に対応しているというような状況にございますので、あのその旨、ご答弁させていただきますよろしいですか。はい、進行いたします道端委員 えー、私は、えー、今回あの重点項目の、えー、京都男女共同参画推進プランの推進ということに少しあのお伺いさせていただきたいなというふうに思っておりますあの中ではあのいわゆる第4次,、えー、第4次ですね京都市男女共同参画計画京都、えー、男女共同参画推進プラン改訂版を策定というふうに書いてあったんですけれども、まあ、平成23年にこのプランがされて でこの折り返しの段階でまずあの前半の取り組みとまあその成果みたいなあのことを少しお聞かせ願いますか。吉田共同参画社会推進部長、あの男女共同参画推進プランにつきましては。 あの、まあ、あの、今、先生、ご指摘の通り、二十三年の三月に、第四次の計画を策定をいたしまして。二十三年から三十二年の期間でございまして、ちょうど二十七年が中間年ということで。まあ、あの、改定版を策定をしたというのが、まあ、一つ経過としてございます。で、あの、前期プランの、まあ、成果ということでございますけども。まあ、いろいろと、あの、事業実施をしておりますけども。一つには、あの、まあ、重点施策を、あの、DV 対策の強化、それから、あの、新。 のワークライフバランスの推進ということを重点策として掲げさせていただいております。で、その中でいわゆるあのドメスティックバイオレンス対策、DV 対策につきましてはあの。 京都市の DV 相談支援センターを23年の10月に開設をいたしました、でまあ、初期の相談から、まあ、自立の生活の促進に向けて、まあ、継続的な支援を行っているというところでございますけれどもあの、相談件数につきまして、例えば24年が4176件が、27年度が5424件という形になっております。あのまあ、そそれれれだけあの相談件数がが多いといとととうことは、まあ、それでおお困りのの市民の方がおられると といいうところでござまますけども、ま、ずその困ったときに身近なところで早期の相談ができるというところは1つの成果であったのかなというふうには思っております。で、もう1つの重点策の真のワークライフバランスの推進というところでございますけども、例えば、いろいろとその企業に対しての支援等も行っているというところでございます。で <laughs> 例えば、ワークライバランスの取り組みが、まあえー、を進めている企業ですね、その企業の数につきましても、いわゆるワークライバランスを頑張って推進をしていますというふうないう事業者につきましては、今現在が京都市内で1741社ございます。 でそのうちでいろいろと制度そのものがしっかりと対応していただいているところがいわゆる認証企業としておりますけれども198社ということでございますあのこれにつきましても各企業への働きかけ等を行って事業数そのものは増加をしてきているというふうには考えておりますでその結果あの目標数値をそれぞれ立てておりましたけれどもこの5年間で当初立てておりました目標数値についてはすべて達成をいたしましたので今回新たにこの改定版につきましては数 うちの変更ですとかあの項目の変更等を行ったというところでございます道端委員でまあそういう前半の取り組みをされてまあいろいろとこうあの時代の変化も考えられてまあ今回改定されたというんですけれども主に今回改定されたあの内容というのはあのどういうことなんでしょうか吉田部長 この男女共同参画推進プランにつきましてはいわゆるその京都市男女共同参画の推進条例に6つの基本目標を掲げておりましてそれに基づいて基本目標を掲げておりますその目標そのものについては変更しておりませんけれども例えばそこにその目標を達成するために行う事業といたしまして <laughs> 例えばワークライバランスの推進ということでございましたら、えー、家事、子育て、介護生活における男性の主体的な参画の促進ですとか、えーえー、今あの、えー、女性。えー 女性活躍推進法が法,法,法律が成立をいたしましたことを受けまして京都でも輝く女性応援京都会議というのを京,京都府それから経済界と一緒に設運営をしておりますそれについての重置ですとかあ,のあと例えば DV 対策で言いますと引き続き被害者の早期発見と関係機関による切れ目ない支援ですとか被害者とその子どもの自立に向けた支援ということを、まあ、新規充実ということでいろいろあの項目を取り入れていると。 と,いうところででございますであの目標数値につきましても、えー、例えばこれまで、えー、配偶者暴力支援センターで受けた暴力の相談件数というのを目標数値に掲げておりましたけれどもあのいわゆる認知度ということに変更するとか。あの あらゆる分野に男女が平等に参画できる条件づくりということにしまして、これまで女性の審議会の率ということを掲げておりましたけれども、あのこの計画におきましては、付属機関のうち男女いずれかの委員の登用率も35%ということで、女性だけではなくて、男性も女性もバランスよくその委員の構成メンバーになっているというような目標設定に変えるなど、そういった形の今の現状を踏まえての改定をしているというところ。 えでまあその中で私自身もあのこの真のワークライフバランスという言葉本当にあの京都市があのワークライフバランスではなくて真のというふうな形でつけられて独自であの地域貢献地域のそういうつながりということを大事にして新しい言葉を作られてこの推進されているというふうにお伺いしてるんですけれどもあのその中で真のワークライフバランス推進計画という冊子がえ20これいつできたんですかね えっと、作られているんですけれども、その中にね、あのこうまあ、いろんなこの取り組みが書かれているんですけれども、その中にあの数値目標というのが、ね、あの掲げておられるんですね、でその中であの先ほどおっしゃいました新しいあのそのこの計画の中では、まあ、認定制度。 のの会社っていうのが、まあ、当初68社から平成27年の中間は280社と書いてあるんですけどこれを見てますと1400、大幅にあのまあこれ同じ内容かどうかは別としてね、まあ、あのの280社が1400 14社というすごくこうあの成果としてはすごく上がっているのかなというふうふに思っているんですねただこの下に、ね、真のワークライフバランスという言葉の認知度 というのが目標が27年度50%と書いてあるんですけれども、このいわゆる真のワーク・ライフ・バランスという言葉の認知度ね、この辺に関して、これあの、この50というのは、あの達成できているのかどうなのか、お答え願います、このこ、ね、冊子の、ね、真のワーク・ライフ・バランス推進計画の中のいわゆる数値、目標があるので、その辺に関して、少しあの言葉の認知度、素晴らしい言葉なんですけれども、その辺のことは達成されているのかどうなのか、お答え願いますか。 吉田部長あの残念ながらそのあの、えー、真のワークライフバランスというこの認知度のあのにつきましては、計画、まあ、達成はできておりません、あのそれに向けまして、あのいろいろと市民向けの啓発等も行っていきながら、えー、さらに認知度を高めてまいりたいというふうに道端委員これ、今、そういう調査はされてるんですか、今、何パーセントぐらいなんでしょうかね、そういうあのこの言葉の認知度というのは、調査か何かされてるんでしょうか。吉田部長 あの真のワークライバランスのあのに関,せ関係しまして、いわゆるどれだけの認知度があるのかということにつきましては、あのまあ、毎年です、ねその、真のワークライバランスにおけるアンケート調査ということを実施をしております、いわゆるあの、えーまあ、インターネットによる、まあ、あの調査ということをしておりまして、その中で、いわゆるそのワークライバランスについての,その認知度ということも確認をしております。 直近の数字で言いますと、真のワークライフバランス、27年度の調査の状況を言いますと、真のワークライフバランスについて知っているのかということについては、言葉も意味も知っていたという方が6.6%ということで、非常に低い形になっております、で言葉は知っているけども、意味は知らなかったというのが16.7%という形になっております。全全体的的にににワークライフバライバンスといいう名称そのものももついてはあの全国的にもまあ認 認知というかされているとは思うんですけども、京都市の場合は真のワークライフバランス、いわゆる地域貢献も含めたあのワークライフバランスということを、えー、掲げておりますので、その分については、まだまだしっかりと取り組んでいかなければならないというふうには思っております道枝隊員。やはりあの、この本当にあの真のワークライフバランス、真のついたあのついた言葉というのは、本当にあの価値のある言葉と私は思いますので、このまあ50っていうか掲げられた以上、あの本当にいろあらゆるあの方策で、 この全長を上げてこの言葉をまずは知ってもらう推進する前にまず言葉を知ってもらわないとあの意味も知ってもらわないとあのなかなか推進できないあの一部の人だけが知ってるような言葉になってしまいますので言葉だけの,あの理想が高くても知ら,なかった知られてないということはやはりそのだけの,あの推進もできませんのでそういうあの認知度っていうのを高めるようなあの方策を ままたたたこの28年度からやっってていいいだきなとうに思おりますそうなってくると3番目のいわゆる実現度なんていうのは、また25%って書いてありますけれども、多分これも低いだろうと思います、やはりまずは真のワーク・ライフ・ライフバランス、ちょっと言いにくいんですけれども、あの工夫をして、あのすごくこう広報して、あの皆さんに、市民の皆様に知っていただくような形を取っていただくよう、お願いいたします。 で次行かせていただきます、えー、次に、えー、先ほどい,い,ろんいろんな委員の,あの方からあの子ども・若者総合支援事業という形の、えー、質問がございましたけれども私あの、資料をいただきましてあのこれかそ,ういうその中でいわゆる相談件数の中で、ね、あの引きこもりというのがあの34%。 えー、一番パーセンテージに多いあの言葉なんですけれども、まあ、あの引きこもりやニート言葉がありますけれども、まあ、ニートというのは、まあ、若者のいわゆる働いていない人をニートと言うんですけれども引きこもりになりますとすごくこうあの非常に広範囲なあの意味があるというふうにその定義もなかなか決まってないんですけれどもあの最近あのまず私が聞きたいのはこの引きこもりの数というのは京都市として。 何人いるかとかそういうのは調査はされてるんでしょうか。松森勤労福祉青少年担当部長、えー、京都市における引きこもりの数というあのお尋ねでございます。であの京都市があの独自であの調査等はあの行っておりません。あの先般ですねあの国の方があの引きこもりに関する調査を実施した結果を発表しております。 その数値に基づいて、えー、京都市の方の、えー、数値を出しているとであの京都市の場合は一応あの今回の調査の結果で言いますと、えー、7000人ぐらい京都市におられるというふうなあの、えー、数の把握をしております以上でございます道原委員えっとこの7000人あの、まあ、京都市に推定でおられるということなんですけれどもこれの年齢構成とかいうのはあのそういう調査の中であるんでしょうか。 松森担当部長あの国の調査の詳細については、私自身、まだあの把握はできておりません,おりませんけれども、えー、と今回の調査で35歳から39歳の国の調査ですけれども、割合があの高まってきているというふうな状況はございます道委員調査はこれ39歳までの引きこもりの調査なんでしょうか。松森担当部長 そうでございます。15歳から39歳までが対象でございます。道端委員。最近少し報道とかいろいろなところで、いわゆる引きこもりの高齢化ということが非常に言われてまして、あの本当に長期にあの引きこもっておられて、40代の引きこもりの方が非常に多いというあのことを、 聞かれてます。で、まあ、40代がまあ引きこもる、うん、ニートと引きこもりという言葉の定義に当てはまるかどうかさておき、あのー、京都市としてねこの、まあ、文化市民局が取り組んでるのは、まあ、青少年の,あの子ども・若者育成支援推進法に基づくという形の相談窓口ですから、まあ、39歳までの、あのー、取り組みだというふうには理解してるんですけれどももしね40歳以上の、えーまあ、対象外の方が 相談に来られた多分見てますと、まあ、13名、3%の方が来られてるんですけれどもそういう方がもしこの窓口に相談来られた場合どういうふうな対応をされているんでしょうか松森担当部長 40, 代40歳を超えた方々が相談に来られるケース資料のとおりございます。まず えっと私どもあの引きこもり地域支援センターというあの形で取り組みをしておりますであの39歳までが私どもの部署でそれから40歳以上はあの心の健康増進センターでというふうな一応の役割分担をしておりますけれども今先生がお尋ねがあった分についてはまずあの私どもの方に相談があれば個々にお話を聞かせていただいて心の健康増進センターにおつなぎした方がいいのかそれとも別のところで あの対応していただいた方がいいのかそういったことについて判断をいたしましてあのご相談の方にお返しをしているという状況でございます内田大員まあ本当にあの引きこもりの高齢化というのが非常にあのこのうんとネット社会であのすごくこれがあの加速化されているというふうに言われていますのでまああのこれがあのこの局で対応するのかその共,同共同し心の健康 健康増進センターで対応されるのかは別としてやっぱり連携をしながらあのその引きこもり対策をやっていただきたいなというふうに思っておりますのであのお願いいたしますえ次に、えー、っと世界師安心安全おもてなしの町、えー、京都市民ぐるみの推進運動で先ほどもありましたけど防犯カメラの設置の件でお伺いしたいなというふうに思っております。まあ、昨年の,あの資料を少し あのいただいたんですけれどもまずお伺いしたいのがあの申請されて、交付、えー、されて落選された方がこうありますねであのそれバランス的に例えば行政区ごとにそのバランスを取ったのか、えー、どういうふうな例えば伏見区だったら12団体のうち10代交付というふうにあるんですけれども。あの そういうどういったですかね。各行政ごとね何台とか振り分けてあるのか、それともどういう形でこのいわゆる台数を各行政区に決められているのかお答え願いますか。羽賀倉市安全推進部長。はい、あの防犯カメラの件でございます。えー、先生おっしゃりますように、えー、昨年度はですね、あの安心安全運動の一環で不審人対京につきましては。 ある一定の予算を設けてさせていただいて、えー、伏見区、またあの伏見警察署、えー、それからまあ深草、えー、第5とですねあのそれぞれ調整していただいて、えー、設置をさせていただいたということでございます昨年はあの 2, 台あ2件ですね2件あの不交付になっておりますがあの第5地域の方でですねもともと申し込みがあったとことあとはあの 警報犯人知件数が0件というところでございましたので一旦あの不幸を赴させていただいたということでございますそれとまああの、まあ、人口統計でございますが伏見はやっぱりあの28万の方があの在住されておりまして、まあ、一番多いところではございますけどその人口の統計で,です、ね、あのそれぞれの,あの防犯カメラの台数を整理しているわけではございませんでして警報犯人知件数が基本的にはあの まあ、元になっているっていうことでございます。以上でございます。ちょっと、ね。まもなく、三時を回りますが。道端委員の質疑が終わってから、協議したいと思います。よろしくお願いいたします。道端,道端委員、どうぞ。はい、あの。私のところでも、すごくこの防犯カメラというのが、非常に、あの、お問い合わせが。 多い案件でなかなかあのどういうふうにこう申請したらいいのかという技術的なことも含めてね書類の書き方も含めて何件か町内会の方がこうご相談されるんですねであのやはり防犯という地域の防犯というのはこれは非常にあの画期的なあの事業ですので、まあ、あの特に不思議とは言いませんけれどもやはりあの非常にあの必要なところにはあの必要な感じであの 台数を設置していくようなあの台数割りというのをしていただきたいなというふうに思っておりますので、お願いいたします、えー、その次に、えーこえー、この動物園の、えー、再整備のことに少しお伺いしたいなというふうに思っております。昨年あのこのの、えー、京都市動物園構想のあの再整備 であの完成をされたということなんですけれども、まずその中で、あの昨年完成されたあの少し内容をお教えて願いますか北村文化事業担当局長。 はいえー、と平成21年度から足掛け7年かけて順次整備を進めてまいりましたあの新たに増4頭を迎えたこと等々で非常に話題を呼んでおります、えー、昨年最終的には正面エントランスあるいは京都の森この整備を終わりまして、えー、昨年11月にグランドオープンをいたしましたあのこれまでまあ子どもさん中心に、えー、にぎわっておりましたが、えー、新たに大人の方あの高齢者の方も含めて、えー、これまで動物園に来られてなかったような方もたくさんお越しいただいて大変にぎわっておりまして、えー、グランドオープンを 大変喜んでいいいただいてているとううふうに認識しております道は大私も本当に新しくできてから何度も行かせていただいたんですすごく素晴らしい動物園ができたなというふうに思っているんですけれどもあの少しこの動物園の作り方としてあの子どもの触れ合いとかあの辺もすごく充実してあのいいのかなというふうに思っているんですけれどもこれ展示形式であのとかいろんなことで。 まず子どもの身長でこう余した視点でいろんな取り組みされていると思うんですけれどもソフトもハードもその辺の取り組みの件を少しお伺いさせていただけますか。北村担当局長 はい、あの子どもたちに身近に動物を見てもらう、それから動物の匂いを感じてもらう、えっと、こういったこともテーマにしまして、あの例えば、熱帯動物園、あの光、水、緑の熱帯動物園、ここではあの子どもの目線に水族館を、水槽を設置するというふうなこともしていますし、えー、モ猛獣ーワールド等においても、観察の窓をつける、それから間近で見てもらえるような、そういう子どもの目線も意識をして、整備をして進めてございます。 道委員本当に子どもたちにとっては京都市の動物園というのは必ず通る施設ですで1設ではなく2回3回本当に子どもたちはその動物園ということをじて通じて動物の文化とか触れ合いとかいうのを学びますので子どもたちの視線に立って今後の取り組みも行って 行ってほしいなということを要望して私の質問を終わります以上です質疑の途中ですが暫時休憩いたします再開時刻は3時20分といたします